武田家滅亡後、真田信幸、雪村の戦ぶりが認められ、真田家は織田信長に臣従を許された。しかし、明智光秀の謀反により、織田信長は応死。関東の北条は、この機に勢力を拡大せんと兵を動かす。信長より後進の支配を任されていた滝川一益は、主君の無念を報ずるとして撤収を宣言。真田家に対しては身体自由を言い置き、攻め寄せてきた北条を相手に退却戦を開始する。その潔い振る舞いに感じ入った真田家は、一益の退却を支援すべく神奈川で北条軍と対峙した。武田という大きな幹はすでにない。真田家の不沈はこの戦にかかっていた。真田の将、神奈川の戦い。貫き通すは我が信。お派手に兜こうか。いいね、戦人の目だ。あんた、命が惜しくはないのかい。刑事殿、敵を前にして自分の命など見えません。あんた根っからのモノノフだ。だがモノノフにとっちゃ散り際こそ一世一代の見せ場。つまらねえ死に方しちゃもったいねえ。どうすれば。見せつけてやるのさ、モノノフの意地ってもんをな。モノノフの意地。状況は厳しいが、真田の船出を飾る戦だ。記憶を始めようか。藤正兄者が到着する前に戦線を押し上げる。魔修寺にとどめを打ち、軍配山北砦を落とせ。まではマスウチ殿、急ぎお救いせねば。やはり敵の増援がこちらへ向かっている。王城の武器はその結束、合流されてはまずい。真田幸村、これにあり。よし、我らも出るぞ。敵陣に切り込み、砦を奪い取れ。敗走。やはりそうきたか。ここは反撃せずに取らせておく。敵将討ち取ったり、燃やし尽くせ。敵将討ち取ったり。真田の戦ご覧あれ。かたじけない。死をも覚悟したが、真田の雄に救われた。よし、今こそ氏子の裏をかく。この砦を足がかりに攻め上げるぞ。敵陣目指し突き進め。開門。Fight!
が危ない。救援せねば。敵援軍が到着する前に宇治国を撃つ。後の戦闘に備え迅速に撃ちたいところ。東を回って砦の南につけ、背後より宇治国を奇襲するぞ。今、滝川一正殿を援護し、我らの力を示す。燃やし尽くせ。後ろから敵が。腕を取らせたのは策であったか。であろうとも打ち払う。いや、この数を相手するのは骨だ。テウスが北西を回って宿泉宇治政を回す。
力量破壊し損ねるか。余力をお持ちのご様子、胸を貸していただこう。お前に貸す胸はない。敵将撃ち取ったり、なるもんだ。うまくいきましたね。刑事殿と戦うとなぜか熱い闘志が湧いてくる。ひとまず交代だ。解剖この機を逃すな。西の進路より全軍突撃じゃ。そんなにありそうだね。まあ進んでみりゃわかる。せがれどもが世話になって礼をしてやら。やはり罠だったか。カズマス殿は小口だろうか。大量だ。我こそが天下無双の強者なり。
次はどうだ。押し取っちまえ。戦ってもんが分かってきたようだ。褒美に獅子の牙を食らわせてやるぜ。氏康、久々に楽しんでいる。戦が楽しいもんかよ。ちょっと昔が懐かしくなっただけだ。さて戦も大詰めだ。これらで派手に盛り上げようか。開門。刑事殿、我らの力一つとしましょう。この音を燃えろ。忍びの道は楽ちん楽ちん。宇治政さんのとこまでひとっ飛び。まだ無理か、ご覧あれ。奮起させたのは厄介なことしてくれやがって。敵将討ち取ったり。真田家は自らの足で歩いて行ける。刑事殿、ありがとうございました。いい顔になったじゃねえか。何があろうと前を向いていくんだぜ。父上、滝川殿は無事に退却されたとのこと。
ですが、北条の勢いを押し返すことはできませんでした。私の力が及ばぬばかりに。だが真田が大名として独り立ちを果たす道は開けた。わしの夢が一つ可能たわ。信行、お前はその地を持って家を盛り立てよ。雪村、お前はその武を持って真田の戦を示すのだ。はい。父上、夢が一つと言われました。他にも終わりなのですか？うん。上田に城を建てることよ。何者にも落とせぬ真田の城をな。さて、俺も滝川王子を追わないとか。信長のいない織田はどうなることやら。何があろうと口折れぬ太い幹がなければこの乱世に家名は残せない。あんたは幹になりたいわけだ。だが雪村は花だね。いざとなりゃ咲き誇って潔く散ることを選ぶだろうぜ。どうした？太い幹になるんだろう。踏ん張って戦国一の大輪の花を咲かせてやるんだな。